どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、登場していただいたのはハニーさんでございます。こんにちは。こんにちは。はい、2人が揃ったということはいつもの夫婦でセッション始めていきます。イエーイ。夫婦でセッションというのはいつも僕たちリビングルームで2人でこうセッションしているのをですね、公開しようぜということで YouTube でね、再生リスト作っているんですけど、もう2年ぐらいやってんのかな。3年ぐらいやってるのか、すごいストックがあります。で、これ一人でやるのも楽しいんだけど、二人でやる時のね、アンサンブルのね、参考にしていただいたりね、なかなか楽しいことになってますんで、ぜひ見ていただきたいんで、過去のやつね、概要欄に貼っとくんですけど、今日は何の曲やるかというと、季節外れっちゃ季節外れなんですけど、まあでも今の時期にもね、咲くものはある。確かに。花。はい。はい。木名正吉さんの、泣きなさい、笑いなさい。これはですね、いいよね。確かにさ、今の時期も咲くね。そうだよ、花って春だけじゃないんだよ。確かに春じゃないんだ。しかも心の中にはいつも花を咲かせておこうみたいなそんなメッセージたっぷりな、はい、あの名曲、はい、また夫婦で一人でやるのもいいですけどね、こう夫婦二人で、セッションしてみるとまたちょっといい感じだなということで、今日はやっていこうと思います。はい、皆さんも一緒に行きましょうね。コードとねあれ出しておくんでね。で、これね、ウクレレもしやったことない方本当にすぐできますから、簡単です。ガズレレで始めるウクレレの始め方ね、あ、ここじゃねえ、概要欄、ここやめたんですよ最近。そう、概要欄に貼っとくんでぜひ始めてみてください。で、ちょっとね、演奏終わった後に、軽いニュース、最近の、ここの近況なんかもちょっと話ししようと思うんで、ぜひ最後までご覧になってくださいね、ということでございますね。じゃあ一緒に皆さんも弾いていってください。じゃあ夫婦でセッションで花やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。素晴らしいハーモニー。これ今咲かせましょう、いつの日かじゃなくてね。確かに。これはね、そういうメッセージも入ってると思うよ。俺勝手に意訳しちゃった。そうか、いつの日かだとね、なかなか咲かないかもしれない。そうか、そうだね、今咲かせましょう、心に花を咲かせましょうね。秋も花咲くから。本当その通りね、うん、いい歌ですねやっぱり、うん、これだからなんていうのかな、のんびりほっこりゆっくりやるのがいいね。そうだね。アルペジオでこうトローンと、うん、伸ばしたりとか、うん、
これ四つ吹きでも本当素敵だよね。四つ吹きで、あと景色見ながらね、うん、秋の空見ながら歌うの、これ最高です。今ね、ちょっと言い忘れてたけど、この G-BOX のアンプ使ってちょっとだけ、あの広がりを出せて、これちょっとね入るとまた広がりいいんで、おすすめです、 G-BOX のアンプもね。ということで、まあまあ、夫婦セッションまたちょこちょここうやっていこうかなというふうに思うんですけど、この3連休、今日中日ということですけど、皆さん今に一番の一年で一番の行楽日みたいなところでね、文化の日と4日もう晴れてますから、この日は。で、そんな中4日5日は愛知にある健康の森公園というところで、Gラボのポップアップショップやってるんで、ぜひ名古屋っていうか、愛知県のどこにあるかちょっと名古屋じゃないのか分かんないんですよ。そう、行ける方遊びに行ってみてください、はい、という、すべてのラインナップの思想と、はい、できますになってます、はい、で、あと11月11日、ガズレレの日、東京でやってるイベントソールドアウトになったんです。本当にありがとうございます。嬉しいね。今からもうね、もうテンション上がっちゃってですね、いろいろちょっと面白いことめっちゃ考えてます。で、もうチケットね、ゲットしてくださった方、課題曲もね、もう決まってますからね、あの概要欄にその動画貼っときますけど、しこちょっとできたらね、ちょっと予習しといた方がいいよ ね。課題曲確認しといてくださいね、うん、概要欄にね、その、URL 貼っとくんでお願いしますというところなんですけど、チケットゲットできなかった方もいい話があって、うん、その11月11日の東京カルチャーカルチャーの、午前10時半から11時半までは、ポップアップショップ、誰でも無料で参加できる G ラボポップアップショップの時間帯なんですよ。なんで10時半に東京渋谷に来れる方は、その東京カルチャーカルチャーという会場で、ウクレレ、G ラボのウクレレ、試奏しまくってください。はい。もし在庫があれば即購入も可能ですよ。うん、やっぱりね、弾いてみないことにウクレレの良さってやっぱ分かんないと思うんですけど、このガズレレのね、この薄レレとか、ガズモデルとか、この G-BOX を持ってきますからね、アンプの思想もあるんで、皆さん、もしウクレレお持ちだったら、この G-BOX 繋いで試せますんで、ウクレレ持ってきて、いただければと思います。で、チケット持ってる方は、その時間にもちろん来ていただいてもいいんですけど、そのイベント最中で、結構時間あるんで、ゆっくり試し弾きとか、いろいろ思想もできると思いますけど、まあ、どっちなんですよ、そういうことになっています。10時半から11時半の間は、どなたでもチケットなくても参加できる無料のね、ポップアップショップなので、それもお忘れなくということで、チケット持ってる人は、めくるめく、ね、時間を一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。はい、そしてまあまあ、この間の吉祥寺のイベントを来てくださった方もね、盛り上がってよかったということでね、はい、いよいよもう11月に入っても、今年もそういえばもうちょっとだなということなんですけどね、まあ11月のこの、なんていうのか、最高のこの行楽日和に、またこの夫婦でセッションで皆さんお出かけすると思うんですけどね、はい、あちこちにウクレレ連れて行って、旅とかのお供にもウクレレ最高だと思うし、はい、今度ね、芸術の秋だからお友達とか仲間にね、ウクレレガズレレで一緒に楽しいよっつって、次会った時に一緒セッションできるとか、そんなのもおすすめでございます。ご活用ください。それではまた、ガズレレ、縫い物時間、はい、ガズピアノ、いろんなところでお会いできたらなというふうに思います、はい、それじゃあさようなら、バイバイ。